はい、こんにちは、竹村です。今日はリスナー様からアドパワーを試してほしいというご依頼がございましたんで、ちょっとこれからオートバックスなにわ店まで買いに行こうかなっていう動画です。PC カードを認証しました。有効期限は2026年4月です。それじゃあ、今から買いに行きます。今日いつもの岸壁、外国船入ってきてて入られへんようになってます。最近ちょっと多いですね。外国船が入ってきてるのが一時停止です。携帯電話が接続されていません。携帯電話でしたっけ、トヨタのでかいランクル FJ クルーザーでしたっけ。やっぱでかいですね。今後ろに来てるんですけど、今日はちょっと暑いのか寒いのかちょっとよくわからなくて、アドパワーいろいろ、ちょっと取り繕える前に予習で半年ぐらいも調べたんですけれども、なんかねちょっとやっぱうさんくさいんですよね。そのエア流入量が多くなるっていうところでは、それやったら僕はラムエアにした方がいいんじゃないかなって思うんですよ。なんでや、ラムエアにするには今のこう純正のエアクリーナボックスやったらちょっと難しいかもわからないので、海外製の BMC っていうエアクリーナボックスあるんですけれども、それに交換して、ダクトの通すのはチューニング屋さんで やってもらわんとダメなんですけれども、その BMC のエアクリーナーでラムエアにしたら確実に10馬力上がるって、僕の友達がつけたんですけれども、確実に10馬力は上がってるって、前にちょっと教えてもらいました。静電気っていうところがやっぱちょっとね、僕ものすごい引っかかるんですけれども、2年しか持たないって言ってて、なんでまた2年なんかなって、それもちょっとエビデンスがないというかなんですけれども、それやったらもうアドパワー買うんやったらやっぱりもうちょっとちゃんと遮熱するとかですよね。あとラムエアですね、がもうやっぱ効果あるんちゃうかなって、ほんますごくすごく僕的には考えている次第です。とりあえず買ってきて、で、コンピューターからの情報で比較取って納得してもらうしかないかなみたいな。で、全然効果なかったらただの、4000のゴミっていうことになりますよね。すいません。ほんまなんかね、僕もう半年前にもちょっとリクエスト上がっても嫌やからね、ちょっとほったらかしとったんですよ。今日はもうついでにオートバックス買い物あるので、買いに行ってもうちょっと調べます。じゃあその買ったはいいけどどうやって調べたらいいのかっていうところが分かれへんかって、
で、よう考えたら、その吸気するその量が 5% から 10% 上がるって書いてありましたから、だからそれで 5% 10%、 たとえ 5% でも違ったら全然ちゃいますもんね、そのデータ的に。 5%、10%、 そうか、だから 10% やったら3000回転ぐらいまで回したら 5%10% の差が明らかに違うっていう風にはなるとなるはずやと思います。だけどそうですね、あとフレッシュエアちゃんと取ってるあのトヨタの車とかやったら、どっちか言ったらそれもラムに近いものになっているんで、なんかそうですね、そのラムになったらその静電気の影響っていうのはもうほぼないと思うんですけどね。その強制的に空気をこうラメやはこう取り込むことができ、取り込むようにしますんで、だから静電気のこうなんか変な空気の流れっていうのは、まあ、できにくいに違うかなって思うんですけど、すんません愚痴ばっかりでとりあえず買いに行きましょう。アマドゥまで行かな、ないかなと思ったんですけれど、何は店に行っても売ってるって書いてたんで、まあここ病院のコースなんですけどすいません、なんか愚痴になっちゃってすいません。まあまあでも効果があれば、その的面にね、効果があればそのデータ的にエビデンス的にこうまあ効果があるっていう動画になるとは思うんですけれども、あともうちょっとで、オートバックスですね。とりあえずね、ガラスのブツブツがちょっとね、逆光で、見えにくいんで、それをこうクリーニングするケミカルですよね、ちょっと買いに行きたいのと、リアワイパーのゴムがちぎれてるからちょっとみっともないんで、それもちょっと交換ですよね、したいです。さあ、もう少しでオートバックスですね。今日はね、ちょっと雨って言ってたから、今日はただ単に買いに行くだけの動画で、後日またちょっとお天気のいい日に比較ですよね、動画作りたいと思います。そのアドパワー貼った貼る前と貼った後のエア吸入量ですよね、流入量比較動画アップさせていただきたいと思います。ちょっと暑いんか寒いんか分かんないですよ今日。なんでしょうけどね、前から何の会社かなさあ、到着いたしました。どうピット満タンやな、なんでこんなに満タンなんや。オイル交換、タイヤ交換か、こ
このねスロープのこの変変てこりんな形状よ、これあれがたまに VDC が働いて車登らんようになるんですよね。よいしょ。ですね、アドパワーオートバックス何はってなさそうな感じでした。定産図が前ってちょっとあるかどうか確認したかったんですけれども、なんかババゴミで外人さんが多かったりとかで、店員さんもなんか翻訳アプリ使ってなんか対応宿泊してはったんで、まあ Amazon で買うことにします。で、今回購入した商品はガラコのなんか鱗取りですね、1680円のところを、会員特別価格988円でゲットしました。ちょっとまたこれのレビューもやります。やらせてください。で、あとリアワイパーですね、ちょっとゴムちぎれてるんでかっこ悪いんで、買ってまいりました。これもまたレビューやらせてください。すいません、今日は以上です。すいません。それでは簡単なんですが指令させていただきたいと思います。